はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンデッカウルトラディメンションカード銀河ストリウムとビクトリーナイトです。はい、これはアパレル限定のディメンションカードセットで、7月16日から島村系のショップで発売されましたね。いろんな絵柄があって、僕はウルトラマンデッカーのこの基本3タイプチェンジの絵柄が入ってるものを買いました。カード付きで990円でだいぶお得ですよね。後ろは無地で、毎年恒例のものなので普通に買えましたし、島村以外の系列のアパレルショップでも購入することができますよね。でもここで銀河ストリウムとビクトリーナイト来るとか、ほんとパワーアップ系バンバン来る。そして見てわかる通り微妙にしなってて、フュージョンファイトと同じような少し薄めのカードの質感、ディメンションレアの DR も書いてありますしね。はい、銀河ストリウム、スタリウム光線でカードはいつも通り光っておりますし、裏側の説明は、これは銀河 S で登場したやつね。ウルトラマン銀河の新たな姿、銀河ストリームはウルトラマン太郎たち6兄弟の力を秘めている。この力があればどんな強敵も臆することはない。で、こっちがスピンオフのビクトリーが主人公のエピソードの方で登場したパワーアップタイプチェンジね。なので通常の黒系のビクトリーからするとだいぶ見た目変わりますが、このね、ナイトティンバーっていうデラックスアイテムが最高に面白かったんだよな。聖剣ナイトティンバーを使いこなせるのはビクトリアの勇者のみ。勝利のメロディーを奏で変身したこの姿こそビクトリーナイトだ。放て聖なる力。てかナイトティンバーとかガチで僕のお気に入り玩具なんで、もうパッと出てきますよ。これ一度も購入後しまってないから出しっぱなしなんだけど、これがね、ほら、聖剣状態。楽器のような見た目から、ほら、このセリフとかいいんすよ。聖剣にガチャっとこの2モード変形する気持ちよさ。もう見た目からしてかっこいいよね。これいいんだよ。この BGM も割と好き。いや、この玩具ほんといつ触ってもよくできてるわ。てかカードの音鳴らそう。早速ビクトリーナイトからいっちゃおうかな。奏でろとかはなんないか。あー、デラックス玩具慣れしてるとメロディーがなんないの寂しいな。必殺。あ、でも地底人らしい重厚なショーの声も入ってますね。さらにウルトラマン銀河ストリウム、の銀河ストリウムの声がなんないの寂しいな。ちょっともう一回聞こう。ウルトラマン銀河ストリウム。あ、だいぶさっぱりめ。必殺。おー、ストリウム光線。エフェクトがかかった銀河ボイスもなります。
このような特別なディメンションカードが多分ここでしか手に入らないのかな。島村のアパレルアイテムを買うとついてきますので、気になった人は島村の店舗に行くか、オンラインショップでもおもちゃ付きアパレルで売ってますので、そちらで購入してもいいと思います。以上、アパレル限定ディメンションカード2枚セットの紹介でした。